みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回の動画はモンスターハンターライズ体験版の第2弾の情報になります。開始日ですが3月12日金曜日から。クエストの対象は前回までに加え、パッケージモンスターマガイマガドが熟練者向けとして登場します。クエストの回数も30回に戻るようです。それではクエストの詳細を見ていきましょう。まずはクエスト時間が15分とかなり短めです。アイスボーンの体験版ではイベルカーナが15分だったので、それぐらいの難易度かもしれません。切れ味やハンターの装備を見る限り1回目と同じだと思われます。また別の動画でも紹介しますが、鉄柱主義の入れ替えはなく、各モーションや無敵時間なども1回目と同じ可能性が高いです。体験版の終了日時は書かれておらず、おそらく製品版が発売してもできるものとなりそうです。さてここで気になるのが開始の時間です。1回目の体験版では YouTuber による先行プレイの動画公開後、朝の10時ぐらいから開始という形でした。一方海外では8時ぐらいにはプレイが可能という状況に。この情報でかなり待たされたプレイヤーも多いと思います。では今回は何時からなのか、こちらをご覧ください。これは海外のスケジュールです。一番下の項目に注目。体験版のプレイ実況と思われますが、時間が書かれています。日付は2021年3月11日。時間は PST 米国太平洋標準時午後2時、 GMT グリニッジ標準時では22時という記載です。これを日本時間に変換すると朝7時となります。前回の体験版では日本だけ遅れるということもあり、サーバーの違いからプラス1時間ぐらい見た8時が順当かもしれません。正式な時刻が正式から発表されていないので、実際にはもう少し遅くなる可能性はあります。朝から全裸で正座待機というのはしなくていいかもしれません。さて話は変わりますが、製品版のプレイ人数が4人ということが判明しました。アイスボーンでは16人の集会所だったので比較的参加は容易でした。しかし4人となると特定のメンバーで回し続けるというのはかなり難しいです。そこで今回誰でも参加できる専用のディスコードサーバーを準備しました。このチャンネル専用のサーバーではないので自分は基本的にいませんが、自由に参加募集ができる設定にしてあります。体験版でもここで仲間を見つけていただき楽しくプレイをしてもらいたいです。概要に URL を記載しておきますので自由に参加してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。もし参考になりましたら評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ぜひこちらの動画もご覧ください。